継承北道劇喜び虐殺事件とは、1949年12月24日に、大韓民国継承北道劇喜び軍で、韓国軍が強否に協力したなどとして、非武装の住民88人を虐殺し、強否の犯行としていた事件。1949年12月24日に、大韓民国継承北道劇喜び、氷山北面で、 共産貴族に協力したなどとして、韓国陸軍第2師団第25連隊の第7中隊第2小隊第3小隊が非武装の女性、子供、老人の88人を射殺した。虐殺事件は長らく共産貴族による蛮行とされてきたが、北が2005年に成立した真実和解のための過去史整理基本法によって設立された真実。 和解のための過去市整理委員会によって2007年6月26日に韓国政府の犯行であったことが明らかにされた。2008年7月10日、事件の遺族は韓国政府が共産非族による虐殺であるとして真実を隠蔽し真相究明を求めた遺族を反国家行為者として逮捕するなど事実上の損害賠償請求権行使を 妨害してきたので事項は適用されないなどとして国家賠償を求める訴訟を起こした。一審では国家賠償の責任はないと判決が下され、遺族は上告した。2009年8月6日、ソウル行動法院は不法行為があった日から5年が経過しているとして国家賠償の責任はないとの判決を下している。2008年には韓国王法院は今さよ市民。 虐殺事件への国家賠償を求める訴訟には、事項により国家責任がないとの判決を下している一方、2009年2月にはソウル中央地方裁判所による不残歩道連盟事件への判決では国家責任を認めているため上訴審が注目されている。2011年9月8日、最高裁判所は真実を隠してきた韓国政府が、 訴えを起こすことができなかった原告を非難しながら、事項の完成を理由として、賠償に応じないことは不当であるとして、原判決を破棄して、ソウル高等裁判所に差し戻した。虐殺の現場となった危機刑一、ありがとうございます。